おはようございます、ボスです。今日はね、見てください。動画の前にちょっとだけ、いただいたお土産を紹介したいと思います。このお土産はね、いつもねボス君の動画を見てくださって、バイクツーリングの、仲間でもある方から、いただきました。いつもね九州に行くとお土産くださります。ありがとうございます。でボス君とねお散歩している時に、持ってきてくださったんですが、ボス君もね自分の違うかなと大興奮でね、ボス君飛びついて飛びついて袋ね、ちょっと高いところに置いたんですが、飛びついてボス君嬉しそうでしたよ。で、そのねお土産くださった方が、帰られてボス君と二人きりになった瞬間、ボス君ね僕の顔見て訴えるんですよね。早く食べたい早く食べたいって。でもねボス君のちょっとね食べれませんよね。なのでね、僕が美味しくいただいて、ボス君にはね僕から、またね特別なジャーキーをプレゼントしたいと思います。いつもねお土産くださりありがとうございます。動画直接もねありがとうございますって言うんですが、動画も通じて、見てくださってたら、ありがとうございます。じゃあね、最後まで、動画、見てください。はい。いつも見てくださりありがとうございます。今日はねお散歩ボス君を、見ながらパパトーク、していきたいと思います。ボス君ねいつも思うんですが、すっごいクマさんそっくりですよね。ほんで今日はね風が強いのでボス君の毛並みすごくねなびいています。でね、今日の話題なんですが、皆さんシャンプーね以前にも、シャンプーの質問したと思うんですが、シャンプーどんなシャンプー使っていますか？ボス君の場合ダブルコートで長毛です。でね体もすごく大きいので、シャンプーはねだいたい1本丸々使います。でボス君なんですが、やっぱりねこう長毛のワンちゃんだとこう揉んで洗うとね絡まるってよく聞きます。で最初の頃はねあまりわからなくて揉み洗いみたいに感じでしてたんですが、最近はねこうトリミングスクールの、店員さんとね、お話ししていろいろ分かってきて、こうなんというか流すように洗うっていうのかな、なんかねこう人によっても違うんですよね、いろんな方人それぞれ。で動画を見てくださっている、ワンちゃん好きな方、トリマーさんとかもね結構増えてきたので、もう一回ねこのシャンプーの、質問というか、どんな感じがいいのかなという動画を作りたいと思い、今回作らせていただきます。で、どんなシャンプー、がいいのか、そしてシャンプー前にもね何かこう使ったらいいものとかねあるのかどうか、前いつもシャンプーする前にはね、ブラッシング全部してから、水をかけて、シャンプーして、シャンプーを流してシャンプーして、シャンプーを流して、それからね、タオルで拭いて家庭用ドライヤーちょっと使うんですが、あんまりねボス君には効果がありません。我が家はねブローとかもないので、やっぱりねシャンプーする日は、あったかい日でね気温も高く、太陽も出ていて、自然乾燥できるぐらいねあったかい日に、シャンプーします。で、我が家はいつも普通のホームセンターやペットショップに売ってるようなねノビダニとかねつかない、薬用シャンプー使っているんですが、匂いはねまあまあいいんですが、こうなんというかねやっぱり洗えてるかどうかが心配なんですよね。もちろんねシャンプーがどうのこうのより、洗い方だと思うんですが、
どんな風にね洗ったらいいかとかね、ちょっといろいろ詳しく、教えていただきたいです。すごくね悩んでるんですよね。いつもシャンプーする時期になると毎回ね、Google で調べてみたりとかね、もっといい方法ないかとか、ボス君とね同じ研修のトリミング調べたりしてもなかなか出てこないんですよね。なのでね、いつもね、バーニーズやね、ゴールデン、そっちの方のね研修だと、いろいろ出てきます。それを参考にね、してみたりとか、本を読んで、それを参考にしてみたりとかね、トリミングの先生の話を聞いてみたりとかしてるんですが、ぜひね、YouTube 見てくださってる方たちの、シャンプー方法、それとね、もしね、ボス君みたいにダブルコートで長毛で、こんだけ大きいとね、どんな風にしたら楽だよとか、乾かし方はね、何がいいかなとか、一声二声ね、コメントでいただけるとすごく嬉しいです。で、ボス君こんな感じで、お散歩から帰ってきたらね、まずいつも水を飲みます。で、帰ってきた時にはもうこんなぐらいボサボサになっています。やっぱり最近はほんと抜け毛がすごくて、一回ね、ブラシを通すともう、山盛り、どんなぐらいって、小型犬を飼っている方、だとね、想像もつかないぐらいね、ほんともう、一回ブラッシングをシュッとするともう、一回取らないとダメとかね、そんなレベルです。手でね、こうやって触っていても、毛がすごく抜けてね、いっぱい飛んでいます。なかなかね、カメラ映りにはね、映らないんですが、本当にすごいです。でもね、これがね、ボツくんの、研修でもあり、ボツくんのね、こう、チャームポイントというのかな、ボツくんらしい一面ですよね、やっぱり毛がこんだけ抜けて。もちろんね、冬にはいっぱい生えてきます。ただね、これから夏なんで、まだね、ちょっとライオンカットまた去年みたいに見たいというね、方たちも多く声をいただいてるんですが、ちょっとカットはね、まだどうしようか、まだずっと悩んでいます。でね、とりあえずシャンプーして、さっぱりして、ボス君ね、さっぱりさせてあげたいな、と思っております。で、ボス君なんで急にこうやって走ってるかというと、ワンちゃんのね、鳴き声がするんですよね。我が家の近くにはワンちゃん飼ってる方もいっぱいいます。なのでね、ワンちゃんの鳴き声がするとね、ボス君テンション上がって、家の周りね、お庭くるくる回って探したりね。結構それもね、ボス君の楽しみの一つです。見てくださりありがとうございました。